です、はい、試合まであと2日となりました。現在の心境を教えてください。まあ、今回ファイトキャンプを5週間行って、まあ、すごい長くも感じたり短くも感じたり、すごい、そうですね、充実したファイトキャンプをくれたので、うん、もうやることはやりきったのかなっていうふうに思ってるので、いよいよだなっていうふうに感じてます。先日の会見の衣装と変わって今回白いので、とてもこんがりした肌が目立つんですが、そのあたりも練習を積み重ねてきたことがこう現れている感じですね。そうですね、もう2日目にして日焼け止めを諦めたので、もうこんがりいこうかなというふうに思いました。素敵です、ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象を改めてになりますが、教えていただけますでしょうか。そうですね、戦績だけ見れば負け越している選手なんですけれども、まあ、前回の試合も KO で勝ったり、まあそうですね、見た目もすごく可愛らしくて、うん、女子格闘技の新たなニューフェイスにはなるんじゃないかなっていうふうには思ってます。ただ、まあ、今の段階では私ではないだろうっていうふうには感じてはいますけれども、まあ、足元すくわれないように私は私で、次に得るものを得るために、女子格闘技をもっと盛り上げるためにこの試合を受けたので、超ライジンに組まれた意味っていうのをこの試合で、うん、証明していかないといけないなというふうに思ってます。まあでも、いや正直勝てないと思いますって言われるよりはちょっといいかな。はい、強気で来てもらった方がこっちも燃えるので、はい。じゃあまあ無カットもしないって感じですか。まあそうですね、そっかっていう感じですね、はい。まあそうですよね、まあ本当にいつからか年下の選手が増えて、そうですね、今回も下からの、そうですね、になるので、なんかまだ心境的にまだ慣れない部分はありますけど、まあまあこれからもどんどん増えてくると思うので、はい。なんか前回の試合の前の時にちょっとお話しした感じで、まだヒールにはなりきれない感じですか。全然どっちでもいけますけど、まあそう、どうだろう、どっちでも、うん、ありがとうございます。